キュロス二世、キュロス二世、古代ペルシャ語、紀元前600年頃引く、紀元前529年は、アケメネス朝ペルシアの初代国王、朝の王、紀元前550年紀元前529年、古代エジプトを除くすべての古代オリエント諸国を統一して、空前の大帝国を建設した。現代のイラン人は、キュロスをイランの建国者と称えている。 古代ペルシア語名はクルシュ。古代ギリシア語名はキューロス。古典ヘブライ語名はコレシュ。同名の王子賞キュロスと区別して、大キュロス、キュロス大王、同名のアンシャン王キュロス一世と区別してキュロス二世と呼ばれる。キュロスは、紀元前六百年頃、ペルシア王国の王である父カンビュセス一世と母、マンダネ、メディア王アスティュアゲスの娘の間に王子として生まれた。 当時のペルシア王国はメディア王国に従属する小王国に過ぎなかった。ペルシアの王都はアンシャンにあり、ペルシア国王はアンシャン王の称号も代々保持していた。アンシャンはエラムの故地でもあり、エラムもやエラムの諸制度を引き継いでいたものの、エラム王国自体は衰退して、西部のスサ周辺のみを領有するようになっていた。紀元前559年にキュロスは即位し、 ペルシア王国第七代の王、紀元前559年紀元前550年となった。紀元前552年にメディアに反乱を起こした。紀元前550年にメディア王に恨みを抱いていたメディアの将軍ハルパゴスの裏切りもあり、メディアの首都エクバタナを攻略してメディアをステい上げそうだとし、祖父の国であるメディアを滅ぼした。この時をもって、 統一王朝としてのアケメレス朝が始まったとされる。キュロスはエクバタナを制圧すると、メディア領土全域の制圧に乗り出し、これを支配した。次に、不死身の1万人、不死体と呼ばれた軍団を率いて小アジア西部のリュディア王国に攻め込んだ。紀元前547年秋のでは引き分けたが、同年10月のでは、リュディアをクロイソスを破り、 続いて、首都でリディアを征服した。ヘロドトスによればその時キュロスはクロイソスを家計に処そうとしたが、クロイソスがアポロンに嘆願すると突如雨が降って火を消したため、キュロスはクロイソスの命を助けた。その後、クロイソスはキュロスに参謀的な役割で仕えた。この後、さらに、ハルパゴスに命じてカリア、リュキア、 イオニアのギリシア人ポリスといったアナトリア生誕のエーゲ海沿岸地方を標準させた。紀元前546年には旧ペルシア地方に新首都パサルガダへの建設を始めた。紀元前540年にスサを陥落させエラムは滅亡した。東方各地を転戦して征服し、紀元前539年にオピスの戦いでナボニデス率いるシンバビロニア王国を倒した。 10月29日にバビロンに入場して、長の王と申し、バビロン捕囚にあったユダヤ人をはじめ、バビロニアにより強制移住させられた諸民族を解放した。キュロスは、非征服諸民族に対して寛大であったので、後世に理想的な帝王として仰がれ、ユダヤ人を解放して帰国させたことから、旧約聖書では、メシア、旧聖書と呼ばれている、イザヤ書45章一節。 またこの時、キュロスはシンバビロニアのネブカドネザル2世によって略奪されていたエルサレム神殿の重機を変換し、エルサレムに神殿の再建を命じた。この再建は難航し、紀元前520年頃に第二神殿が完成した時にはキュロスはすでにこのよう去っていたものの、この恩とキュロス以降も継続された宗教寛容政策により、ユダヤ人は アケメネス朝の統治下においては一度も反乱を起こさなかった。キュロスはこのカンビュセス二世にバビロンの統治を命じ、旧バビロニアの統治機構をそのまま利用して統治を進めた。この時期にキュロスは戦部文書としてキュロスの遠藤印象を作らせ、ペルシアの統治の正当性を主張させた。彼はさらに東方辺境に転戦して、バクトリアやソグディアナを征服し、 坂を従属させて、この地域の総督として、スメルディス王子を置いた。こうしてキュロスは、東は、ヤクサルテス川から、西は小アジアに至る広大なペルシア王国を建設した。ヘロドトスは、著書、ヒストリアイの中で、キュロスは、トミュリス女王を率いる、マッサゲ大人との戦いで戦死したという説を伝えている。しかし、すでに一部の統治権を譲渡されていたこともあり。 皇太子であるカンビュセス2世への政権以上は、滞りなく、行われた。カンビュセス2世は、紀元前525年に残る大国であるエジプトを征服し、オリエントに、広大な統一帝国が誕生することとなった。は、王とパサルガ大に築かれた。この領母は現在でも残っており、2004年にパサルガ大への都市遺跡の一部として、世界遺産に登録された。 キュロスの帝国は、その当時としては、空前絶後の大きさのものであり、それまでのオリエントの4大国であったメディア・リュディア、シン・バビロニア・エジプトのうち、エジプトを除く3つを平凡した上、エラムやフェニキアといった独立勢力や、東方の地域までを含むものであった。こうした広大で多様な地域を統治するため、キュロスは王国を20の州に分け、各州ごとに、サトラップ、総督、 大将を置いて統治させた。このサトラップ制は、それまでメディア王国において用いられていた制度をそのまま利用したものでるキュロスは宗教に関しては、寛容な姿勢を保ち、これはアケメネス朝の統治期を通じ守られた。帝国の公用語は、アンシャン時代から引き続き、エラム語であり、アケメネス朝一代を通じてそれは変わらなかった。ユダヤ人を、 バビロン捕囚から解放したことで彼らの評価を得たことやクセノポンその他の評価も高かったことにより、キュロスは理想的な君主の一人として後世に伝えられるようになった。近代に入ると、パフラビーやサイランのモハンマドレーザーパフラビーはイラン人の民族意識を高揚させる政策を取り、キュロスはペルシア帝国の建国者として商用されるようになった。キュロスの遠投印象を 史上最初の人権宣言と呼んで盛んに宣伝したのもこの時期のことである。1971年にはキュロスのアケメネス朝、建国2500年を記念して、ペルセポリスで盛大なイラン建国1500年祭典を開催し、パサルガダへのキュロス二世の墓においても国王の演説が行われた。またこの時にイラン歴の起源がキュロス即位時、 紀元前559年に変更されてイラン、皇帝歴と名を変え、ヒジュラ歴に代わって国家の公式な暦となった。この暦が公式に施行されたのは翌1976年であり、このため、西暦1976年は皇帝歴2535年となった。しかし1979年にイラン革命が起こってパフラビー朝の王政が廃止されると、 このキュロス期限も廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。